さあベイスターズ一打先制のチャンスです。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね、まあ、また彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンスをどうものにしていくのか。チェンジアップを見極めます。ストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました、これはどうか、ライトライナー掴んで、さあそして打席には梶谷が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですね。外、これは際どいが外れている。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ベイスターズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0、ベイスターズなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも突き放しにかかりました。2番バッター梶谷、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、さあどうだ、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、で3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。まず最初のボールを決めていきました。ボールになります。よく見ましたね、はい、外のストレートわずかに外れてボール、打った、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ベイスターズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、9対0。バッターボックスは2番梶谷、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。いいまっすぐですよね、はい、ストレート空振りでストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、二塁へ送球する、バッターランナーは二塁まで